大阪市立城北小学校は、大阪府大阪市旭区にある公立小学校。明治時代初期に、当時の東成郡中村に設置された第五大区第三小区第五番中村小学校を源流としている。荒尾小学校、赤川小学校の合併や、城北小学校への解消を経て、1902年5月10日に、東成郡城北人城小学校が、 城北村赤川の現在地に移転開校した。学校園各市の上では、現在地への移転開校をもって、学校創立と位置づけている。1918年には高等科を併設したが、高等科は1934年に廃止された。1921年には、東成郡第二城北人城小学校が、また1936年には、 大阪市赤川人上小学校が分離開校している。1941年の国民学校令により大阪市城北国民学校に改称した。1942年には大阪市育江の国民学校を分離している。太平洋戦争の選挙区悪化により大阪市の国民学校児童は学童疎開を実施することになった。縁故での疎開を原則としたものの、 縁故に頼れない児童は学校から集団疎開に参加することになった。疎開先の府県は当時の22行政区画区ごとに指定され、旭区の国民学校には大阪府北川地地域及び北摂地域への疎開が割り当てられた。城北国民学校では三島郡愛村への集団疎開を実施した。1945年6月7日の 第三次大阪大空襲では校舎反盛の被害を受けている。戦後の学生改革により、1947年に大阪市立城北小学校に改称した。ありがとうございます。